どうもー、ワンピース救済だってさっていう話で始まるわけじゃなくて、よくよく思ったけど、みんなさ、文句言うじゃん。なんかピアノシステムさんあたりがさ、なんか文句言ってて、俺それをずっと残ってるさ、嫌味な野郎っていうかね、ダメな、まあその性格悪い野郎なんだけど、動画長いから見ないっていうか、まあ別に動画長くても短くても見るやつは見ますけどっていうのを再三俺言ってるけど、それと単純にただ何言ってるんだ、いやうるさいなこの人ってピアシスさんに思われるだけなんで、まあまあね。だから動画短くしていこうかなって思うけど、さっき50分撮ったけどね、ちょっと10分ずつ区切っていこうかな、15分くらいで。っていうの前もやったんだけど、めんどくさくてやめたってなった気がする。こうやってだけでさ、面白くなると思うなよ。そんな楽な笑い取るな。笑いじゃない、それ。別に誰も笑わないし。そういうとこは厳しくならないね。ワンピース救済だってよ。ワンピース救済だぞ。もう3週に1回休み。3週に1回。指紋見せたくないからちょっと戸惑っちゃった。これガチで指紋見せたくない人って。いや、糖質じゃん。統合失調症じゃん。多分指紋取られないと思うけど、いや、取られるよ。いや、ちょっと俺糖質の毛があるんだよな、なんか。糖質のまま普通の人間に戻った人みたいな。糖質をさ、薬で治さず。自力で治したと思ったら全然治ってなくて、普通に糖質人間になっちゃった。どうしよう。どうしよう。だって別にさ、みんな気にしないじゃん。指紋がどうなのこうなって。一つのギャグとして終わらせるもの、本当に俺は戸惑っちゃってた。俺も糖質です。いやでもなんかさ、手洗うとムカつくような、なんかここがさ、指の間がベタつくし、すげえ指感、指っていうか手、手がね、手が、手って言いづらいな、一文字だけだと。でも一文字って楽なはずなのにな。手がまあね、手が、なんか俺気合い入れちゃうんだよな、一文字目の言葉。手が、乾くの嫌だねってお話。ワンピース救済するし、そんなにお話進んでるけど進んでないよね。別に。単行本も買わなきゃな。なくったっていいじゃないか、ドンドンシャン。そのシャングリラバカにしてるみたいになっちゃうね。シャングリラ歌いたいだけなのに俺は。バカにしてるわけじゃないよ。ちょっとバカにしてるけどね。でもバカにしてるってわけじゃないですよ。別に。単純にそのなんだろうな、やる気がないだけ。歌う気がないけど、適当に歌ってるだけで、その、なんだろうな、バカにしてるわけじゃないよね。別に。バカにしてるように聞こえるだけで。うん。俺がそういう人間なんですよ。ほんとそこはね、しょうがない。我慢してちょ。喋ることねえな。全然ねえ。雑談楽しいのにな。喋ることないしか言わなくなってきた。あ、スキャンしちゃった。俺の後ろ姿で。多分な、グロいのなんか見えてなかった。俺なんか今ね、首の後ろグロいんですよ。多分グロい。みんな見せないがよかったな。首の後ろグロいから。今のでグロいのが映ってたらちょっと泣いちゃうな、俺は。別に泣かないけど、あんまグロいの映ってんな。それだけ。あ、いてててて。こうしていって。風呂入りて、飯食いて、あと何しよう。普通の水飲めなくなってきたの。まず。あ、普通に浄水器がもう悪いんだ。浄水機能がちょっと低下してきてるだけだ。なんで俺それ気づかなかったんだろう。うまいもん食うぞ。金ねえけど。盗むのか？じゃあ。盗みませんけどね。いや、生放送の方が楽しいな。喋るの楽で。一人だと喋ることさ、あんまないから。生放送しよう。今日は、もう、火曜日でございます。あんまこういうの言っちゃいけないけどね。もう何も言いたくない。情報ってものをさ、だ個人情報と情報の見分けついてない人だよね。ね。いやー、ダウダウダウ。ダウダウダウ。ダウダウダウ。ほぉー。眠。足疲れてきたな。
おしまい。雑談楽しいな。でも喋ることないんだよな。だ、喋ることねえからゲーム実況始めようかな。もう喋っていたいから。喋るためにゲーム実況やるわ。わかんない。多分やんないけど。